さん、あの、そうですよね、和弘さんですよね。なので、ちょっとね、順番を今、書かせていただいておりました。じゃあ、アンクさんの後が KRS、ヤサさんかな、和弘さんですかね。ユータさんが西武純正の限界高校生。あ、そうなんですね。じゃあ、ユートバーさんは？ユートバーさんが抜けた？ユートバーさん、ミニパーはミニパー、そうですね。ミニパーさんはもう派手にミニパーさんですね。ダルさんは許しませんと。これで松原西武の1番ね。ハルマルさん。さあ、サンターナね。サンターナが、増税さんがここはね、これ見よがしにサンターナを見せつけてくる。これはサンターナハラスメントですよ、確実な。サンハラ。サンハラ食らっておりますからね、皆さん。これはしっかり呪わせていただきますよ。オッケーオッケーオッケー、追い込んでる。打ち損じろ。オッケー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 、ナイスボール。人魚さん戻りました、ありがとうございます。人魚さんね、じゃあ次シャカシャカポテトさんよろしくお願いいたしますよ。オッケー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 、今永ナイスピッチ。藤村さんはここは引っ張りを警戒しての、やばいな、ナイス、オッケーオッケー、ナイスピッチ。ね、ダメなのよ、甘く入っちゃうのよ。そう、そうなっちゃうよね、そうなっちゃう。ベスピがね、レオンね、ベスピ率がね3割ぐらいしか出ないから、それをね高めていかなきゃいけない。ここで村上くんか、ナイピじゃまずいよ。ここどうよ、ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール。一球遊べるな、まだ。うわー、振らないかー、ナイス選球眼。逃げないぞ、レオン逃げない。よし、オッケーオッケーオッケー、打ち損じくれた、オッケーオッケー。カナさん入ります。ありがとうございます。リーグオーダー。今日はリーグオーダーです。レオンさん速攻です。あと一勝でプラチナですと。素晴らしい。これ、スギちゃんさんかな。あと一勝でプラチナ。豪徳寺の兄貴、今日はね、10時半締め切りですよ。10時半締め切りです。ダルビッシュさんね、これ、優勢でとか許さないと。うわー、シンキングか。あ、落ちないか、これは。柳田推しさん、ぜひねルームに入っていただけたらと思います。あー、ダメか、タイミングしっかりね。対エース出たと、エースの風格対対エース、よく見た、集中、よく見たよ、集中よ。よし、うわあ、くっそ、今の捉えたと思ったのにな、俺。737-6089です。737-6089です。さあ、集中。カナンさんもね、737-6089です。白井さん、今の入ってないのかな？あ、ゆうたろうさん、そういうことだったんですね。ありがとうございます。それでね、謎が、解けました。ナイスバッティング。坂倉くんか、ここでね。坂倉くん。なんでやねん、もう、あそこクソボールやんけ。そこ打たれたらもう、やっぱね、モサはね、ああいうところもね、打つのがうまい。投げるところがなくなってね。こうなるけど、オッケー、ナイス守備よ。ハヤトがここに来る。外野が前進。今、さっきのはね、外野前進で助かったけども。抜けるか。そこが抜けるか。ナイスバッティング。あんなに伸びる？
あんなに伸びるか。ウィーラーね、ここでウィーラーが来る。ウィーラーが来るか。ナイセン。スタミナまだある。オッケー。オッケー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 。ツーアウトツーアウト。ここはね、2点で抑えときたい。サンターナには、サンターナだけには打たせない。内戦だな。外野前進、なんで勝手に前進するかな、もう。なんですぐベンチに帰りたがるかな、もう。まだ試合終わってないでしょうが。よし、ナイス、ディアス、よく頑張った。ナイス守備を。サナミさん、こんにちは、ようこそ。カナンさん、大会、そう、スギちゃんさんね。今ですね、大会っていうよりかは交流戦。交流戦です。交流戦をね、リュエルさんっていう配信者の方と交流戦をね、計画しております。なので、そちらがですね、まだね、日程が決まってないので、はい。まだね、日程が決まってないので、日程がね、発表さ、出ましたらですね、また、投稿いたしますので、動画で。集中。OK、ナイスバッティング。まだ子供が食べてるでしょうが、豪徳寺兄貴、それ、やっと拾ってくれた。拾ってくれた。さあ、バース。バース、うわー、これは、ゲッツー、くっそー、くっそー。あいうえおさん、そう、4人モードね、土曜日4人モードでやってみましょうよ。エイペックスね、土曜日の YouTube 配信は。ポンポンと入れられたか。低めに来る？高めか、くっそ！悔しい！ありがとうございます！カナンさんね、リュエルさんっていう方なんですけど、今日はね、来てないので、はい。またね、動画で投稿させていただきますので。